はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、新借式やっていこう。で、クレイマン&、ディアブロを使っていこう。で、サブになんならシオンも入ってるんで、この闇パ、もう超強い闇パ使っていこう。で、結構編成ガチガチかな。まあ、ガチガチに組んできたんだけど、どうかな。で、マジで勝ちたいっつって、ウマ娘のオープニング3期だけど、ちょっとマジで今回は勝てる編成かなと思ってる。わかんない、全然試運転しないからわからないけど、まあ、勝てたらいいなって思ってる。で、マジで勝てると思うわ今日は。だってさっきの俺ブラックサンダー食ってきたから、マジで勝てるっしょこれ。勝利のブラックサンダー食ったんで、勝てる。で、体勢振って、いやーしんどいねこの50上げ、レベル50上げ、これしんどいけど、まあ変身、これさ、スキルもできれば結構強いんだよね。実況っつってさ、十字を持ってていいのかも。まあ、これはちょっと発動せんけど。で、まあ、ボイスがあって、ボイスも結構ね、迫真でいいね。4ターンで80億出せて、エンハンスがあって、ジンが打てると。4ターン2回、まあ、80億出せて強いって感じ。で、リーダースキルもめっちゃ強いね。これ、降臨なのに 1.2 倍撃剣あって、めっちゃ強いわ、これ。使っていこう。で、これはあれかな、ダリルバルデ。で、ノクタリアは、まあ、ルーレット枠ね。まあ、結構、回復エレジとか持ってて強いと思って持ってきたのと、まあ、全パラあるし。で、あと、まあ、3ターンで3ターンルーレット生成できて、まあ、普通に強いかと思って持ってきた。で、まあ、プラス振ってる。で、この武器はミケね。ミケはまあ、これたまらないよね。ミケは、実況とたこ焼き。まあ、たこ焼き分割あった方が強いなと思って持ってきた。で、シオンね。このキャラも新キャラ、テンサロのキャラですね。これなんだけど、全パラ強化にすると、ステータスが1万7000 HP が、攻撃1万超えてる。やばい。で、上限解放振って、強化プラスを振った。で、ボイスもあって強いと。いいね。3ターンでこのダブル吸収打てて、すごく強いって感じ。90億も出せて。これ強いね。これめっちゃ強い。で、メアリスはスキブプラスにしてまして、で、カシスト回復をつけてるかな。まあ、回復をつけた。で、ヒコボシは、毒耐性プラスと3ターンチャージで持ってきました。で、大吟醸、グリムジョー、ジャガージャック。これはスキブプラス。まあ、だけどスキブ余ってるかなと思ってるし、まあ、無効貫通とかの方がいいかな。耐性とか。で、毒耐性振って、で、この武器は、副属性闇と悪魔タイプ付与で持ってきた。今回、大吟醸がドラゴン神だから、フレンドとかリーダーの、このリーダースキルかからないね、倍率。なので、この、副属性闇持ってきたって感じかな。これでまあやっていこうか。で、フレンドがディアブロ。10強にして上限解放で、まあ、10強さらにつけたって感じかな。チーム HP も漏れるし、これ強いね。で、スキブマイナスだけど、まあ大丈夫でしょう。よし、やっていこう。勝てるぞ。今回勝てると思うぞ。思うぞって。1回走はこれ打とうか。ノクタリア打っていこう。で、あと、4ターン。オッケー。4ターン溜まる。絶対溜まるわ。で、これ、ノクタリア打ちまして、ノクタリア打って、これ遅延かけようか。遅延かけて、で、どうするアイフル、これどうか。大吟醸打ちたいから先に打って、で、次こっち打ちたいか。こっちはあれか。じゃあこっち打とうか。こっち打ってダブル変換で自分の攻撃、覚醒武功全開だ。待って、やべえ、嘘。強。ディアブロ打っていいですか。ちょっと火力見ようか。まだいいか。これ彦星打って、オッケー。これでまあ大吟醸も打って、オッケー。縮まっちゃうな、盤面が。盤面縮まっちゃうけど、いいかな。行こうか。これちょっとそれ、これ打って、オッケー、これで行こう。指がちぎられてた。マジか。待って、やべえ、マジか。え、待って。このスキル、指炎上ねえじゃん。マジで。2秒だ、みんな。やばくね。2秒ってやばい。これ、気合で。ちょっと待って。あ、わかった。こうだ。オッケー、こうだ。5ターンの間、辛抱していこう。で、火力出るの、オッケー。で、耐久。
できます。 OK、 簡単な耐久で自分の攻撃2倍か。延長ないんだ。マジか。延長ねえのか。マジか。これやべえぞ、やべえぞこれ。じゃあこれ無効貫通、これどうか。ディアブロ、んー、ちょっと一旦待ちて、ちょっと一旦待ちたくさあるけど、まあ、どうか。打っちゃって、これ打って、これ打って OK で分割しようか。やべえな、ちょっとマジか。指延長なかったか。そこ盲点、盲点やった。5点盲点、5点盲点つって、ジョイマン、ジョイマン、これどうする、これどうすんだ。あ、分かった分かった、こうだこうだ。あー、ちょっと待って、危な危な危な。これこれ倒して OK で削れました。だけどダメだこれ、これ打とうかもうふんだんに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 打って、でこれはもう簡単やね。こんな感じで OK かな。これでいこうか。これでまあいっぱい組んで OK で13コンボいいぞ。3コンボで3コンボ重ねるか。 OK、 これで倒せるかな。あー、でも火力出るね、素晴らしい倒して、で2階層はパヌマス、バじゃねえよ、バッパだよ。でこれ激減だしね、半減激減だし、耐久できるかなこれ。でも3ターンだ、待って、やべえわこれ、やべえわこれマジか、マジか。これちょっとノクタリア弱いかな。指延長はなかったか、あんまり。そっか、そっか、これマジか、やべえ、一生悔やんじゃう、一生悔やんじゃう。これ捨てる、あれ捨てる、あのアシスト向こう捨てるわ。オッケー、うまい、うまい、これでもう分割。あ、でも2コンボでいいんだ、2コンボで激減されるんだ。あ、なるほど。じゃあこれ耐久してちょっと待ってまずいって。あ、でも待って、みんなあと一旦登るわ、あと一旦登るわ。ってことはこれ、これ回復持って、いや違えな、ちょっと待ってね、ここ乗り越えたら自己成長、自己成長つながる。これは上限だけかこれどうしたらいいっすかこれどうしたらいいんだ、これどうすればいいんだ。4月は組みてえな、4月回復組みたくて、うわー、ちょっと耐えろ耐えろ耐えろ耐えて耐えろ、俺だ。オッケー、戻ってきたんだけど、これさ、指延長かき消した、あの忍さん、胡蝶忍さんの武器持ってきたんだけど、8秒こっからルーレット出してやっていくのちょっとしんどいねこれしんどいわマジで。こうして、うん、まあこんなんでいいか。あ、でもさっきよりかは、さっきよりかはマシマシ、すごいマシ。うん、ちょっとあれか、ちょっとこれ負けたらさ、これ負けたらさ、あれするわ、あれするわ、あれするわ、あの操作時間延長の武器、ルーレット生成のキャラ持ってくるわ。これ打って、やっぱりきついって、きついってこれマジか、これまずいわ、これまずいわ。ちょっと待って、やばいあー、マジか、ちょっと分かった分かった分かった、みんな分かったわ。これ指延長のスキル持ってくるわ、ルーレット、ループ。 OK、 戻って前行ったんだけど、これバスニャン、バスニャンのルーレットと操作時間延長つけたんだけど、これ何秒かっていうと9秒。全然増えてね、全然増えてね、なんか編成が多分もう良くないねこれ。まあいけるとこまでやってこうか。でこれ L 字組んでこう、 L 字を組む組む、 L 字組む組む、ディズニー組む組む、こうしてちょっとこんなんで、もう一個組めるか。 OK、 これでいこう、これで L 字組んで OK、 全回復で闇の2コンボで軽減貼れるから、まあ別にそこら辺も大丈夫かっていう。で耐久して OK、 であれも打ったわ、軽減も打った、これも打った。でこれ、色めっちゃ出すか色出すか、色出して、出して、いや足んねえな、足んねえわこれ、あんねえちゃんだ、足んねえちゃんだこれ、これやべえやべえ、これやべえぞ、この編成まずいぞこれ
やばいやばいやばい。でこれ耐久して、オッケー耐久できるね。でこれ打っちゃおうか。これ4ターンに2回打てるし、どんどん打ってこう。もうこれ溜まったら打ついっか。溜まったら打ついや。これ溜まったら打ってこう。溜まりしたら打つと。オッケー、これでいこうか。これでオッケーかな。これでまあいっぱい組んでオッケー。これでまあめっちゃコンボ入って10オッケー、10 10オッケー。倒せるか。うん、いけるな。火力はめっちゃ出るね。火力はめっちゃ出るわ。で耐久していきます。オッケー。で覚醒無効はあれこれ打って、でバスニャン、びっくりした、バスニャン打って、オッケー、バスニャン打ちまして、オッケー。まあこれとかこれ打った時は生成できるしね。これとか生成できるからいいんだけど、この素の盤面、まあ、素の盤面だときついかなっていう。呼んですっか。これ火にしてこうかな。これでいこう、これでいこう。4分割、4食消し、4回復消し、 OK。 十字着金、十字着金、起き倒して OK。 着金かっこいいっつって、あっちゃんかっこいい。でこれで3回層 OK。コットンは耐久できるね。吸収は、あ、これあるわ、シオンあるわ。いやこれ来ました、来た来た来た、シオン、シオンの。これどんだけ絡めてるか。雲がね、雲がね、これ雲隠れしてる、忍法雲隠れしてる。マジか。これ一旦待ってもいい？ちょっとごめん、一旦待っていい？一旦待つ越して、一旦待つ越して、まあ、ちょっと呼んでし、あれ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。やばい、パズル終わってる。パニクってる、パニクってる、パニクってる。で、これ、ちょっと耐久して、あぶねえ。ちょっとこれ、打ちたくねえんだ、俺、本当は。まあ、これ打とうか。無効貫通、上限近い方。で、なんなら、シオンも打って、あ、かわいい。シオンも打って、OK。これでもやっちゃってこうぜ。闇、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 ひゃみひゃみつって、ぺこぱ。ペコパみたいな言い方。闇闇、うーん、闇闇闇、オッケー。これでいいかな。これで指なくはないかって感じか、なくはねえって感じか。こんなんでいいか、こんなんでいこう。そこ下がって、オッケー。危ない危ない。これでまあめっちゃコンボ書いて、でどうだこれで。おお、あれあれあれ。で3回来ました。3回来てコットンね。でこれ結局あのノクトリアにしてきた。結局これが強い、やっぱり耐性ねえわ。で14秒、結構あるね、結構あるわ。でこれ一旦これお掃除、お掃除、一旦お掃除して、これできんの強い。お掃除ってか、あの押して OK。 これマジで2分割、闇分割、2分割だけでこれなんだ耐久できるの強いね。耐久して OK。 でこれ打とうか。ノクタリア打って、いや暗闇ねえわ、悪い、暗闇ねえんだわ。待ってね、ちょっとこれもう一旦待ってもいい？ちょっとあれも消そうか。弱化、弱化対策ってか弱化もさ消しとこうか。やばい、わかんねえ。いやーマジか、そう、それなないか。いやー危ねえ。危なすぎ、回復も危ないね、ちょっと危ないね、ごめんなさい。すごい奇跡起きてる、めっちゃ奇跡起きてる、やべえ。でこれメアリスのところにこれ持ってきたわ、魔鉱石、今交換で手に入るやつね、持ってきた。でこれここ乗り越えれば多分勝てると思う。勝てるかっこ笑い。これ打って、どっち打つ、どっち打つ、みんなこっち打つか、こっち走ろうかです、こっち打つ、こっち打って、でシオン打って OK。 でこの盤面は多分お邪魔回復闇しかねえから、お邪魔全部超クレームあれか、お邪魔か。ちょっとこれなんとなくで言っていいですか、なんとなくで始めちゃった。投資と一緒 OK。 これで待って、足んないな、それマジで足んねえ。マジか、今これコンテするわ、もうコンテしよう、これ OK。 倒してで、もう編成ぐっちゃぐちゃ、編成がぐちゃぐちゃで、もうコットン来た OK。 でこれ
実は動画会で負けてて、ここにさ、クライミング持ってきたわ。これ持ってきたわ。で、これ、次の階層でこれ打ちてえな、大吟醸。打ちてえな。で、これさ、なんで大吟醸入れてるか触れてなかった。触れてなかったけど、ボス、まあ、一応ボス到達できたら、白蓮光がさ、半分時、ボス前のボスの白蓮光の半分時ダメージが、このパーティーだと大吟醸なしでも耐えれない。これなしだったら耐えれなかったんで、ちょっとこれ持ってきてんだ。で、これちょっと、これ多分ミス編成っていうか、もうやばい編成やわ、これ。これ編成やばいわ。闇もらって、ちょっと待って。これが限界、これが限界。4ゲージで、ちょっと一応回復そう。一応回復しまして、OK。なんでだ。一応回復して、OK。ちょっと、編成やばいかな。で、これ、はい、弾いて。ちょっと待ってね。あと1ターンか。ちょっとこれ2体ぐらい欲しいな、クレイマン。スキル上げしてるんだよな、2体も。で、これ、キーヒ、次ちょっと、次なんだっけ ?4 階層か。これが溜まる。あ、これ溜まるんだ。熱い。じゃあ、これ、こうして、光、闇。OK、これでいこう。まあ、こんなんでいいか。ちょっと無理しちゃいましたね。これで、今めっちゃコンボ組んで、OK、これで、耐久していこう。耐久して、OK。耐久できる、これ。できるかな ?OK、突破しまして、ちょっと、夜ご飯食べてきた。晩ご飯食ってきたわ。で、だいぶ時間空いたかな。もう本当に、沼るんだよな。こういう動画、こういう使ってみた動画ってさ、めっちゃ沼るんだよな。沼ってさ、2、3時間溶けて、結局ボツになるっていうケースめっちゃあるんで、今回ちょっと、ちょっとやっていこう。で、水光吸収、属性吸収ね、OK。じゃあこれどうか。これ打って、火薬作るよ、それ。作るね、OK。で、たこ焼きをめっちゃ作る。銀だこ買ってぐらい、ちょっとこれ作っていこう。ちょっとこれこうして、やばい。危ない。これで、L 字も組んで、OK。これで、シオン使ったらよかったかもしんね。もしやっちゃったかな、これ。いけ。ですよね。てか、あれやな。シオンがさ、あんまり火力出てへん。あんま火力出てへんな。で、これ持ってきたわ。で、これ持ってきた。プロデュースガンダム。これ持ってきました。で、これ火薬作る。作んね、OK。火薬以外から先生。これどうか。指延長がちぎられる。指ちぎられるんで、気をつけようっていう。で、4ゲシやね。絶対4ゲシ。4ゲシはマジで欲しい。いやー、これ難しいわ。やばいかな。特性、頑張って。回復頑張って。で、先生あるよな。先生あった気がする。やばいぞ。耐久できる。できねえな。もう。こんなんばっかりや。もうこんなんばっかりやで、みんな。プロデューサーさん、このダンジョンを、もう少し簡単にしてくれませんか？送信と OK。よし、これでちょっと、まあ、やってこう。で、ルーレット消えました。コンテした。相変わらずコンテした。で、これ打って、OK。で、何秒？いやー、ちょっとあかん。ダメだ。ちょっとこれ、この編成良くないわ。これちょっとこれ作って、ワクワク。待って、ダメだ。足んない。やばい、ちょっともう見ないで、みんな見ないで、もう。俺の動画見ないで。これ、耐久。耐久できんだ。耐久力高いね。耐久力は相当高いし、いいと思ってる。打とうか、ディアブロ。ディアブロ打って、生成。何個生成 ?6 個ずつ生成。5ターンなんだよな、これ。そう。で、これ、LG4 ゲしかいっか。
4消しして、それ闇になったら、まあこのままでいいか。4消し組ませた、4消しいっぱい組ませて OK、 いいよいいよ、落ち込ん頑張って、落ち込ん頑張って OK、 これで削れんのかい、嘘やばっ。でこれ打ってごめん、ちょっと喉が痛くてちょっとでこれちょっとまずいかな、ドラゴンタイプじゃねえんだ。これちょっと分割いっぱいしよう、分割いっぱいいっぱいおっぱいでしょ、やっていこうか。これでL 字組みて4消しがいっか、4消しにしようか、ちょっと4消しにして OK。 これで全体入れてよかった、全体入れてよかったかもしんないけど、まあ、時すでに秋元やし、これでどうだ。いやまあそんなもんだ、にゃんにゃ、ちょっとでもやばいぞこれこれ本当にやばい、ここで突破できんと終わる、マジで未来が終わる、人生が終わる。これも打とう、あこれはダメかな、次の回想であれか、吸収か。ちょっとこれさ、回復エルジム組んだ方が強えか、強えよな、さすがに強えよな。そっか、ちょっとこれ分割頑張っていこうか、分割頑張りの、耐えろ。いやこんにちは、綺麗な純蔵だよ。これ負けるねこれ負けるわ、もうダメだ、ちょっと今回諦めよう。多分負けます、あのコンテ、視聴コンテ2回したけど、もう編成がちょっと良くねえわ、ごめんなさい、マジでごめんなさい。いやちょっと新百式難しいねまたまたなんかこういうの繰り返してるのもね。で覚醒もこ飛んでこないっしょ、次とか飛んでこないっしょ。まあ、目標はここを突破しようでもうパズルが本当になんか良くねえな、回復エルジのパズル苦手なんだよ俺。でこれこうして指が少ねえんだ、そんで指が少ねえんだ。ちょっと待って、外れちゃった、ちょっとごめん、やめるやめよう、もうちょっと今日ダメだ、調子悪いわ、ダメだよ。